はい、皆さんこんにちは、チュでございます。無限の心臓2やっていきましょう。やっぱりコメントでもいただきましたけども、バイキングの方は必要ですね。彼がいないと船乗れなかったと思いますんでね。で、あとはね、モーリンさんどうしようかなっていうとこですね。宝箱出てこないかなあ。しまった、私どんくさいことしちゃったね。さあでね、私がね、ちょっと今さっき密かにレベル上がりました。収録始める前にちょっと戦っちゃってね、私上がっちゃいましたね。ああやっぱこれ痛いな、攻撃したら。なんで私が防御したの指がもうポンコツだね、本当にね、もう嫌になっちゃう。ウードも、ゴールドもむちゃくちゃ増えたね。金貨もめちゃくちゃ入ってるし、いっぺんあれした方がいいかな。いっぺん帰ってアイテム整えた方がいいのかな。そうだ、彼らが守ってんだ。思い出して30年ぶりになったね。30数年ぶりかなあったね。ちょっとこのお金と、お金がだいぶ溜まったでね、ちょっと装備を良くしちゃおうかなと。まあ、育みですね、今回もね、しばらく。あと、バイキングの彼連れてこよう。もう、バイキングを育てないといけないよね。まあ、多分ね、結構強いと思いますんでね。このゲーム5人で、5人用だよね。サラセインさんが確かね、僧侶というか修道士だったかな。で、カナイさんがもう明治ですよね、間違いなくね。さあ、じゃあいっぺん帰りましょうか。あれは多分勝てないだろう、まだね。今そう、帰る装備を、間違えた、ごめんなさい。帰る最高の装備で来てやってみたらどうかなと。バイキングがいるのは、バイキング1人しかいないよね。もう1週間ぶりだからね、覚えてないね。とりあえず出ましょうか。もうこのアーケーディア城ってね、見るとね、私あれなんですよ、デュラン・デュランっていうねUK だっけ彼らはねグループがいたと思うんですけども、分離してね、解散はしてないと思うんですけど、分離してザ・パワーステーションとアーケーディアに分かれたと思うんですけどそれをね思い出すんですよ。ちょうど時期もね重なるぐらいの時期ですね、確かね。そうなんですよね、それをなんかすごくいつも思ってたんで。パラライズなるかな。これ防御した方がいいね。モーリンさんまずいかもしれないね。大丈夫だ。金貨15枚って安いね、ガーゴイルね、リスク高いのにね。よいしょ、ここだったかな。来週ケトシダルはね、ここにいなかったっけ。違うか、違うね。もうちょっとなんか明らかに魔人について話そう。もうこれ読んだね。私を雇ってください。
ジェシカさん、私昔ジェシカさん多分雇ってるね。そうだ、ジェシカさん雇ってるわ。今回はちょっとないですけどね、まあ、ひょっとしたらひょっとしますけど、ここでもないよね。うん、ここでもないわ。ということはここの町じゃないね。うん、ここの町ではないね。バイキング確かあれ、確かね。あ、でもここで装備は買ってもいいのかな。ステ、いや、わかりません。ステータス見ましょう。私は、あ、これ道具で見た方が早いのか。ね、これ、ちょっとこれダメだな。これは道具を使うで見た方がいい。あ、私が、大型の剣と鉄の鎧。なので、でもこれ大型の剣はもう私しか使えないんですよね。鉄の鎧も私しか使えないんですよね。この辺がね、まだわ、この辺がね、結構年代なんですよね。親切じゃなかったはずですね。これ使えるのか使えないのかがわかんないんですよね。あ、弓。弓だね。これがモーリンさんだな。で、道具使いましょう、モーリンさんね。銀のナイフ持ってたんだね。あ、弓を構えましたと。で、ね、道具を渡すか。道具を、の、あららら、違う。ああ、もうパニックになってるね。道具の交換。で、モーリンさんの杖ローブあるのか。剣も持ってんだね。銀のナイフをサラセインさんに。で、道具を使いましょう。サラセインさんが使えないってさ。使えないか。じゃあサラセインさん、もう絶対銀のナイフ。あ、いや、何してんの。ごめんなさいね。ほんとね。サラセインさんの銀のナイフを、カナイさんに渡して、カナイさんダメでしょ。あ、カナイさん銀のナイフいけんだ。よくわかんないね。で、今度ね、ローブ、ジャケット。あ、鎖片びらは、モーリンさんいけるでしょ。忍者だったらね。あ、持ってた。持ってた。ラララ。モーリンさんの鎖鎧は、サラセインさんいけんの？あ、いや、持ってた。あらー。あらら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 ら。カナイさん持てないよね。カナイさん持てないよね。あ、使えない。売れる？あ、売れない？あれ、売れなかった。あ、そっか。預かり場所、預かり所があるから、そこに預けないといけないのか。さあ、出ていきましょう。はい。あ、レベル上がったからね。そうだ。城に帰らないといけない。まだまだお金いただけるんでね。さあ、どんどん行きましょう。あ、ちょっと強くなった気がするね。3当たってるね。あ、しまった。それやっちゃダメなんだ。せっかく後ろの人たちがね。あ、しかも15残しちゃった。何してんだもん。はいはい。やっていきましょう。これは主人公の町だから、ここはなんもないね。ね。あ、モーリーさんちょっと使えるようになったかもしれない。あ、バイキングってあっちにいたっけ。あら、自信なくなってきちゃった。おお、250枚の金貨いただきました。あら、違ったっけ。こっちじゃなかったっけ。あ、こっちだね。で、こっちだね。買いませんか。安い食料があるんですけど買いますよ。いくら分買っていきますか。300。
おお、これはいい。マイルお気に入りと。なんかね、お気に入りとか言うとね、まあ、何話というか大阪商人っていう感じでとらわれそうですけど、私が聞いた話はね、やっぱり大阪商人よりもね、近江商人の方がね、かなりシビアだったと聞くんですけどね。ああ、いや、ないですね。やっぱり滋賀って今でも、滋賀って確か優良企業がすごく多いって聞くんですよね。黒字の企業が多いのかな。なんかかなりね、滋賀県っていうのは、優良企業もありますし、確かね、IT の投資額って、かなり上位の方だったと思いますね。滋賀県ね。総額が上位かどうかわかりませんけどね。やっぱ東京が一番それは多いでしょうけどね。ただ、割合かな。例えば、税収かなんかに比べて、IT に投資してる割合とかね、売り上げとか、そういうのからいくと、城の横の町入るの忘れてたね。ほんとね、もうこのポンコツ具合なんとかしないといけないね。あ、なんとかでもならないわ。無理、絶対無理。あ、城だったかもしんない。あ、城だわ、これ。こっちじゃないわ、バイキングは。マハリトね。そうだ、マハリトさんだ。別の中級業につけること。あ、じゃあ私、あれかな。私は取ってください。高いんですよね、この人ね。金貨3枚です。これなら無理だよと。話聞く。金貨1枚で、リリューさんね。あなた盗賊だったんだよね。ローブ、ジャケットね。あ、重甲冑買えるじゃない。重甲冑買っちゃおう。私がね、何も買わないで、道具を使う。私ね、重甲冑を装備しましたね。で、道具で、私の鉄の鎧を、鉄の鎧装備しちゃった。なんだろうね、困ったもんだな、本当に。道具の交換だね。よいしょ、重甲冑装備してるから、鉄の鎧を。あ、これは絶対無理な、モーリンさんに一応ね。ただまあ、次の、あ、使えないね。次のバイキングの方に装備させますので、土ほこ、あ、私今大型の剣一番いいの持ってんだね。青銅の剣20、土ほこ、そうだね、私一番いいの持ってんで、何も変わりません。あ、そうだ、白かあれだわ、しまったね、すごく無駄な動きしちゃった。18いきましょう。で、これかな。お、当たったね。あ、1しか当たってないわ。はい。あ、1しか当たってないね。1しか当たってないわ。ダメだね、これね、防御だね。当たるようになったね。あ、ガーゴイルだね。あと皆さん防御ね。え？あららららら。お、跳ね返したね。逃げれないかい？あれだ。あー、最悪のパターンだ。呪文持ってませんね。攻撃しましょう。当たんなかったね。呪文唱えましょう。
封印を退く邪悪なるもの消えようは多分これはディスペルな気がするんですよね。月の光を杖となれ。はあ、戦闘じゃ使えません。邪悪なるもの消えよう。およかった。ちょっと待ってね、呪文唱えましょう。サラセインさん、月の光よ、杖となれ。いやダメじゃない、私のパラライズ変わんないじゃない。道具持ってる？麻痺なのでできません。道具の交換、傷薬、あダメだね。ということは誰も持ってないので、で金井さん、先行よ輝け、これなんだ。あら最悪のパターンになったね。これ戦闘になったらもうやばいから、いっぺんちょっと戻りましょう。あれどうやってあったっけ。てかもういい時間になっちゃったね。あこれいけるかな。人々が置かれているとき僧侶の役目必要だ。あなた方、おお体力の回復、精神力の解毒だね。麻痺なのでできません。困った人だな。これめちゃくちゃ困ったね。病院ってあったっけ。あ覚えてないんですよねこれがね。もうちょっとせめてこのパートで直しておきたい。無理かな。あらこれはパン屋さんかな、食べ物屋さんだね。アーキディア城の南西の方に宝の詰まった塔があるんだ。とっとアーキディア城を終わらさないとダメですね。で商人、ブドウから取った珍しい酒はいかがですか。別に商売を促してるわけじゃないんですよね。ただ単に喋ってるだけですね。あここじゃない、盗賊だねこれね。あららら、ら、あじゃあとりあえずね今回ここで終わっておきましょうか。ちょっとこのパートで終わらせませんでしたけど、パラダイズね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。